では続いては JPX デリバティブフォーカスのコーナーです。お電話でお話を伺います。今週のお話はマーケットエッジ代表の小菅勉さんです。小菅さん、はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。小菅さんには、いつものように原油の相場見通し、まあ、現状の分析からお願いしたいと思うんですが、ちょっと、はい、原油相場は4月半ばに高値をつけてちょっとまあ中断で今値固めみたいな感じですかね。これそうですね、まあ、地政学リスクの売買が終わって、まあ、マーケットの会社は需給に向かったんですけど、まあ、需給バランスというとこのなんか供給過剰でも供給不足でもないという結構安定した状況がありますので、まあ、この辺から今75から80この辺の移行値がいいのかなとは思ってます。あ、そういうことですか。まあ、居心地のいいところという感じなんでしょうかね、これ。そうですね。まあ、生産者から見ても消費者から見ても、なんかそんなに不満がない価格水準ということで、まあ、この辺だったら受け入れ可能というそういった評価だと思います。まあ、長い少し長めのトレンドで見てもちょうどこう崩れてもいないですし、上をまだ試す可能性もあるというそんなような位置づけの感じですけどね。見てみます、はい、でどうでしょうか、市畜の見通しについて。そうですね、どちらかというと、まあ、需給に関しては逼迫化する方向で見てます。これ供給サイドでいうと、まあ、OPEC プラスがなくても7、9月に関しては今の歳出水準を維持することで、まあ、そんな供給が増える見通しはないという、一方で7、9月期ってやはり需要期のものですから、世界の石油需要環境だいぶやっぱり上振れする見通しなんで、この辺からまあ在庫の取り崩し始まるんじゃないかというのがメインのシナリオになります、需要が拡大する可能性もあるんですね。そうですね、これご用意したのが四半期ごとの需要見通しで、はい、まあ、OPEC が出しているやつなんですけど、まあ、46に対して70で1キロ110万バレル増えますんで、まあ、この辺から実験してしまいやすいというのが基本シナリオですね。地域も しっかり在庫は減少していくということですか。そうですね、だ世界経済の減速懸念なんかもあるんですけど、おそらくはそれよりも季節的な需要拡大の方が大きいんじゃないかと。そういうことですね。やっぱり旅行だとか観光シーズンというのはやっぱり大きいんでしょうね、これね。そうですね、まあ、毎年のことなんですけど、やはりこの時期から8月ぐらいまでですか、世界の石油需要って上振れしやすいですよね。だ今年警戒したのはやはり景気の減速と、あと言いずれで消費者のやっぱりマインドが少し悪化してるんで、この辺の影響も警戒されたんですけど、今のところはそういったなんか旅行とか観光関連の需要に関してはそれほど落ち込まない見通しになってますね。落ち込まないということですか。だから主にやっぱり輸送用のエネルギーですね、ガソリンとあと飛行機のジェット燃料、この辺の需要がかなり強めで推移できるんじゃないかと思ってます。製油所の稼働率も 高い水準に今なっているんですね。そうですね、だこれが、まあ、これ過去の数字もちょっと出したんですけど、まあ、大体これ夏場はずっと高止まりして、同じようなパターン、そうですね、秋になると製油所のメンテナンス始まるんで、まあ、需要一服するんですけど、今年なんか特になんか悪いってそういった兆候はないですよね。そうなんですか。もう一段上に行く可能性もあるんですか、稼働率が。はい、でもパンパンはパンパンですね、稼働率95ですから、もうこれ以上高くはならない。大体これが、まあ、もう上限ですよね。上限ということでしょうな。はい、分かりました。でですね、さらに秋以降なんですけれども、はい、10月以降ですか。はい、だこれ一旦やっぱり、まあ、需要の端境期になると一旦落ち込むんですけど、まあ、冬になればまた拡大しますんで、今のところなんか景気がなんかすごい壊れなければ、ある程度やっぱり年内に関しては底堅く推移できるのかなと。そうです。むしろ需要不安怖いのは来年の話ですよね。そうなんですか。来年になると少し伸びがだいぶ鈍化するんじゃないかと。この辺はまあ単純な景気要因もありますし、あとエネルギー以降の問題ですよね。どうしてもやっぱり石油関連ちょっと需要を減らそうという方向が強くなってますんで、この辺の影響からやっぱり2025年になると
需要見通しはだいぶみんな分かれてくるんですね。あ、そうなんですか。見通し立たない。そうですね。ただ今年の後半に関してはまだ大丈夫だろうと。なかなか来年再来年ってそういったなんか長期の見通しを構築して対応していくのはちょっとリスク高いなと思ってます。来年からはいくつかの国で今度は増産になってくるんですね。そうですね。増産してもいいということですか。6月2日にオペックプラスの会合があったんですけど、はい、そこで今後の生産計画全部発表されたんですけど、段階的に減産の解除、つまり増産をやっていくという、そういった方向は示されてます、ね。うんうん、これご用意したのがオペックのこれ自主減産の分なんですけど、はい、生産割合というのは変化なんですけど、これ6、9月期に関しては変化ないんですね。で10月以降に増えてるっていうのはこれだんだんと減産解除しようというそういった方向です。あ、そういうことですか。減産解除、今年の10、12月期に関しては毎月なんですけど、だいたい2キロ18万バレル、うん、で年が明けてから今度2キロ21万バレル、これ毎月増えてくるんで、マーケットが最初この決定に売りで反応したのは大丈夫なのっていう、はい、オペックプラスサイドは2025年までちゃんと減産やるんだよって、ちゃんとした計画を出したつもりだったんですけど、マーケットはやっぱり需要見通し分かんないのにこんな細かい計画出して大丈夫なのっていうそういうことですね。本当にちょっと意見の食い違いがありましたね。そうすると状況によっては需給バランスがかなり崩れちゃう可能性がある。そうですね、ただその後今度サウジとロシアがいや需給バランス崩れるんだったら、この計画も全部やめるからって。そうなんですか。一応減産縮小計画出したけど、マーケット関係それを許さないんだったら別にもう減産止めることもできるし、減産解除止めることもできるし、場合によってはこれ撤回も全部できるよって。その辺から最初はマーケット売りで反応したんですけど、その後すぐ反発したというのはなんかそんなオペックプラスの政策で崩れることはないという、前から強かったです。そうですか。なかなか、これに振り回されちゃうとっていうことでもあるのかな。そうです、結局2025年になるとまあ誰も分からないんですよね。分からない、そんなにちょっと前走りして先走りしてなんか出しすぎたのかなと思って。そういうことですね。それでこれ9月まで今の減産規模を維持するってそれだけ発表すれば多分減産が上がったんですけど、ちょっとオペックプラスがなんか余計なことやってしまった。余計なことやってしまった、そうですね。このその、なんか、意図がよくわからないところあるんですけどもね。オペックプラスから見たら2025年も減産を続けるっていう、大枠を出したかったんですね。それでマーケット歓迎してくれるんじゃないかと思ったら、ゴールドマンサックスは人にネガティブだってみんな言っちゃったもんですから、それで今すごい怒ってるところですねそうなんです、わかりました。一方でアメリカの状況なんですけども、原油在庫、在庫環境そんな中劇的に変化してないんですね。去年かなり増えたんですけど、今年は若干増えてるんだけど、そんななんか急増も急減もしてないです。だって今の過去の値段と、在庫水準の比較から言うと今の値段はおそらく適正水準なのかなと思って。WTI 原油で75から80というのは特になんか割高でもないし割安でもない、そういった価格水準だと思いますね。この在庫の積み上がりみたいなものは特に懸念すべきものじゃないですか。そうですね、そんなになんかこのタームで見ると結構大きな変動に見えるんですけど、過去の水準から言うとそんななんか動いてないんですね。そうですか。問題はこれからですね。これから、マーケットは7月期に、供給不足が発生して在庫減るっていう、こういったシナリオで動いてるんで、このシナリオ通りに在庫が減ってくると WTI 原油は80ドル台まで連続切り上げやすくなりますし、ということですか、それが見られないともう今のままという、大体今のレンジで推移するのかなと思ってます。そのためには先ほどの話に出てました観光需要だとか旅行需要がもうちょっと盛り上がってガソリンの消費が増えるという。そうですね、結構消費者マイナス系の市場みんな悪いんで、この辺の影響は出てこなければいいなというそういった環境ですよね。そうですか。その原油在庫が取り崩しになるようですと少しずつ
原油価格にもインパクトが出てきましたね。そうですね、まあ、地政学リスク終わって、まあ、マーケットが今実験に向かってますんで、ええ、比較的なんか在庫動向を見ていくと分かりやすいのかなと思ってます。在庫動向は、はい、あそこがポイントになるということですね。で、これは大統領選挙の年、そうですね、ガソリンこれから逆に中東があるかというと多分ないんですね。おでそれはもうアメリカのガソリン価格今1ガロン 3.4 とか 3.5 ドルこの辺なんですけど、ええ、4ドル近づくと、まあ、明らか間違いなくアメリカ介入してきますんで、ええ、それはまあ戦略的油地の購入を止めるとか逆にもしくは売却するとか、はい、まあ、そういったわけで出てきますんで、ええ、まあ、今年に関してはやはりそんな中急騰というのは難しいのかなと思ってます。そっか、うん、あの価格が抑えられるということですね。はい、で、これ中国原油の輸入も影響してるんですか。中国の原油結構高止まりしてるんですけど、そんななんか大きな変動最近ないですね。変化はないですか。はい、はい、で、まあ市況見通しまた整理していただきますか。これそうですね、基本的に、まあ、7月期に関しては決してしまいやすいんで、上振れリスクの方が少し高いのかなと思ってます、うん、特にまあ在庫の減少確認できると80から85で、うん、一方でこれから上になると間違いなくアメリカの介入が始まるのと、あとアメリカのシェールオイルですね、はい、今ほとんど横ばいで推移してるんですけど、うん、80ドルまで上がると本当に増産始まりますので、おそこまでは多分いかないのかなと、うん、もう年内の高値はもう確認し終わってる可能性が高いと思ってます。あそうですか、まあ、90ドルは通常の状態ではなかなか届かないと。そうです、もう4月が今年の高値だと思ってます。あ4月がですね、あ、はい、そうですか、わかりました。小杉さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。マーケットエッジ代表小杉勉さんにお話伺いました。以上 JPX デリバティブフォーカスのコーナーでした。